新しいあのビジョンを皆川さん訴えておられます県立銀行ということなんですけれども、皆川さん銀行も作っちゃうんですか？そうですね、はい、はい、やはりあのこの状況の中では、まあ、今は民間銀行も非常にあのゼロ金利政策の中であの民間銀行も厳しいと言われているんですけども、まあ、銀行が厳しいということとともに、やはり生活している我々も厳しいわけです。その生活している我々の厳しい状況を、やはり今の、民間銀行の仕組みでは多分救えないだろうと。やはりそのお金を借りることについての手続きが非常に問題といいますか煩雑ですし、あとはあの担保というものをないとなかなか貸してもらえないだろうと思います。はい、そう、そういう意味ではあの日本銀行は金融機関の最後の貸し手だというふうに日本銀行はそう位置づけられています。最後に日本銀行が貸すという、だからそれではあの金融界を支えているんですけども、私は最後の貸し手は、つまりもうどうしてもこの貧困から這い上がりたいと、脱出したいと、そう思っている人たちの最後の貸し手が、私が言っているこの県立銀行なんです。ですから他の民間銀行と競合するなどということを考えてはいません。やはり本当に生活上必要で、そうも知れない、お金がなくて困っている、そしてこの貧困からやっぱり脱出したいと、そう考えている人たちに、やはり無担保融資を含めて、低利で貸せる、そういう公立銀行というのが必要だろうと思っています。でこれは別にあの日本だけではなくて、アメリカのノースダコタという州に、全米で唯一ノースダコタ州立銀行というのがあります。これはもう今年で101年の歴史を持つ銀行ですけども、地域に根付いて地域の産業を盛り立て、そして、子どもたちには大学進学における、まあ、いわゆる進学ローンですね、定理の進学ローンを貸しながら、そして地域の人たちのニーズに応える銀行、そういう銀行がやはりあってもいいだろうと。それとその防札とのいわゆるその安定感、安定性を持たせるためにも、やはり県立銀行、税収を一回県立銀行に全部一回落として、そこから支出するというやり方も含めて、いわゆるメインバンクというのは必要だろうと。でなぜならば、千葉県は今620万ちょっとですかね、人口がね。そうするとね、ざっとアメリカで見ますと、ノースダコタというのは70万人の人口はないんですね。だけどその中で州立銀行はあるんですが、千葉県はそれよりもはるかに多い620万。でこれアメリカの州でいうと、テネシー州について18番目の州に位置するんです。もう千葉県は十分一つの州として地方政府としてやっていけるだけのやはり立ち位置はあると思ってますね。だからそういう意味で県立銀行というものを、公立の銀行というのを構えて、そして本当に県民の本当にもう苦しんでいる人たちのニーズに応えられる最後の貸し手としての県立銀行、それがイメージとしてありますし、あとは大学ですね。もう私も何度も経験してますけども、大学に行きたいけども、やっぱり家庭の事情で行けないと、そういう子たちは断念してるんですね。本当に、生徒も、その親も気の毒でした。みんなのように大学行きたいんですね。能力あるんですよ。だけど、お金がないんです、家に。なかなかそういう意味で、大学に進学できない子たちにやはり手を差し伸べる、そういうその銀行あってもいいんじゃないか、そう思ってます。給付型奨学金を日本で最初に政策の中で訴えて、でそういったことが4年前に私もありましたけれども、今給付型奨学金の枠が広がって、住民税非課税家庭もその対象となってきました。
またコロナでは緊急小口資金という、本当に生活に苦しいということを、社会福祉協議会で訴えれば、20万円無担保で貸し出していただける。そして、それが月5000円という形で長期にわたって返すか、もしくはその1年後も、その収入の見込みが増えてないという状況であれば返済免除もあるという制度がすでにあります。こちらは継続を申請すると追加で3ヶ月間まで合計80万円まで貸し出しできるという制度がすでにありまして、もうこの制度を活用されている方もいらっしゃると思います。実際にこのコロナの後、経済的に困窮されている家庭が、未だかつてないほど増えている状況ですので、この、県立銀行、グラミン銀行にも似たこの生活困窮者の方の、再スタートを支援するような形の銀行もぜひ実現できるといいですね。はい、ありがとうございます。